桜間伴い馬桜間伴え馬から1917年6月24日は、四手法金春流農学士。1911年以降は、桜正サ人を名乗る。明治維新後低迷を続ける農学会にあって、熊本出身の一地方役者ながら、その卓抜した技で観客の喝采を博した。農学復興の立役者として、書生、梅若実る。 十六世位、宝生九郎と共に、明治の三名人の一角に数えられる。子に桜館弓川がいる。1835年、熊本の昼職人長にあったニーザ部隊で、桜館家の長男として生を受ける。父は、熊本藩に仕えるコンパル流農役者、桜館右人、母は三子。弟に、近畿、林太郎がいる。桜館家は、 代々藤崎八天宮に奉仕すると同時に、北流の友枝家と共に、熊本藩のお抱えとして、農役者を務める家柄であった。そして、友枝家の座を、本座と呼ぶのに対し、桜官家の方は、新座と称された。役者同士はそうでもなかったが、本座と新座の引いき筋は、お互い仲が悪く、対抗意識が強かった。父、右陣は、 桜官営の代々の名が、左人であったのをあえて、右人と名乗るなど、かなりの変わり者であった。羽二への着物に、紫ちりめんの羽織という、当時の熊本としてはかなり派手な服装を常用し、その格好のまま漁に出て投げ網も打てば、雨が降り出しても、先の方も降っていると傘もささずのんびり歩いていた、という話が伝わっている。それでいて優れた舞手でもあり、 右の方に大きなあざが目立っていたが、一び舞えば誰もそれが気にならなかったという。1841年、藤崎八変偶祭礼で初してとして、強制を務める。青年時代の友葉は、美男役者と評判で、楽屋に落とした彼の元由衣の切れ端を、奥女中たちが取り合っては、それを守り袋に入れて、大切にしたと言われる。恋文を届けられることもしばしばで、花のようなる。 友馬様と記された手紙をずっと後になって弟子の高瀬澄之が伴え馬の部屋で見つけたという話がある。1856年21歳で細川家家廊の八代城主松井多福渡森に伴われ修行のため江戸に登る。出発の際には親類が総出で見送りに来友馬も修行が成就しなければ 再び故郷の土は踏まないと覚悟しての旅立ちであった。この時は一年で、熊本に戻ったが、父、右陣が、これらで死去した1858年、藩主、細川仁志守の勧めで再度出府、以後1861年まで滞在した。江戸で伴え馬が支持したのは、73代コンパル流、宗家、コンパル岩章の弟子で、コンパル座の自由体方であった。 中村平蔵であった。平蔵についてはその来歴がつまびらかでないが、後に、宝章苦労が、口は悪かつたが、芸外を勝つたと語っているように、かなりの腕を持つ役者だったらしい。後に伴え馬の弟、近畿も平蔵に支持している。平蔵の稽古は厳しいもので、曲中に一句でも満足に歌えない部分があれば、10日や20日、 一行も先へ進むことができないことなどはいつものことであり、あまりの厳しさに情けなくもあり、どうして歌いつたらいいのかと放ねくれてポロポロ涙をこぼすことが幾度あったかしれませんと、後年伴う馬は追走している。世界の稽古で突き飛ばされた時には、ぶつかった壁に中指がめり込んだという。後に伴う馬は、その稽古の厳しさを繰り返し息子、 弓川に語ったが、一応平蔵も細川家への気金から多少は手加減をしていたらしい。友場は細川判邸から平蔵の元に通っていたが、江戸滞在中に起こった桜田門外の変の際には、水戸川の老子が判定に飛び込んでくるという出来事に遭遇している。緊迫する情勢の中、1861年に友場は細川森久に従い、 熊本に帰る。当時、熊本で行われていた脳は、もっぱら、当てごとの多い写実的な芸であった。その中に、友場は、本格的な、江戸風の芸を身につけて帰ってきた。そのため、江戸帰りの友馬の脳を見た、熊本の人々は、友場は、江戸へ行って脳が下がったと揃って嘆げたが、逆に本座の大部で友内馬の良きライバルだった、友枝三郎だけは、いや、あれが、 本当の脳だとその実力を認めた。当時、熊本を、はじめ、八代、川を、長崎、薄木、武田といった、法比各地では、非常に盛んに脳学が行われていた。友馬も大名家での演脳、また、新次脳への出演の他に、自ら日数脳を主催し、毎回大変な盛況を博していた。江戸幕府が倒れた1867年。 トモバは32歳であった。幕府、大名からの淵で生活していた、農薬者たちは、維新によりその多くが零落、農の道を離れる者も,も少なくなかった。後に伴え馬と共に、三名人として並び称される、諸星梅若神など、ごく一部の役者が地道な活動を続けたものの、同じく、三名人の一人とされる、高尚苦労でさえ、 農家暮らしを余儀なくされるというありさまであった。友場は、そんな状況の中、熊本を中心に活発な演農活動を続けた。前述の通りもとより、一体は、脳が盛んであり、また、医師にご本座、新座間の対抗意識が、これまで以上に激しくなったことも、かえって伴え馬を芸に打ち込ませる要因となった。熊本、あるいは、武田などで、 たびたびに数脳が模様され、友場は1日に2番舞うこともあった。当時の熊本での舞台の数は、東京の3倍以上だったと言われ、友馬の生涯1500番余りに及んだ舞台のうち、その多くは、この熊本時代のものだったと見られる。このように充実した活躍を続けていた、友馬だったが、1877年、西南戦争に遭遇する。熊本も陛下に巻き込まれ、 桜官営の舞台も焼けてしまったため、友場は弟、近畿と共に、小族や面を背負えるだけ背負って、熊本から二三里離れた村まで避難した。以後しばらく、貸子屋で生計を立てることを余儀なくされるなど、友場にとって苦しい時期となった。1879年、九州、細川森久の勧めを受け、45歳で伴え馬は、東京へ移住する。上京した当初、 友馬は両国河原町あたりに住んだが、後に横山町に住居と稽古場を設けた。また小さな糸問屋とタバコ屋も開き、友馬の長女、梅がこの店を持ったが、これは脳では暮らしていけなくなった時のための森久の配慮だった。1881年、家族を中心とした公園団体、農学者により芝農学堂が創設される。 農学復興のシンボルとなった、この農学堂の舞台開きに、友場は、鴨で出演した。もっともこの時点では、友もなえ馬はまだ、一階の田舎役者に過ぎず、扱いも決して大きなものではなかった。友馬の名を一役知らしめたのは、1882年5月、芝農学堂で待った簡単である。織氏もその前月、梅若実が同じく、 簡単を待ったばかりであったが、友場はそれをしのぐ、巧みな技を披露した。そして翌1883年4月、友場はやはり、芝の学堂で、道なり寺を待った。この、道なり寺は高度な技術が要求される曲だが、中でもその見せ場となる金入りで、友場は、シャイあるいは、舞い込みと呼ばれる特別な型を披露し、漫座の喝采を浴びることとなった。 この金入りの場面は通常では、演者が舞台上に吊るされた金の下に来て、その場で金に両手をかけて飛び上がると同時に貢献が金を支える綱を放し、演者は落ちてくる金に吸い込まれるようにその中に消えるといったものである。しかし伴え馬が披露したのは、通常より高く金を吊るし、演者が一足離れた位置から回りながら飛び込んで、来るのに合わせ、 貢献が勢いよく金を落とすという一歩間違えは怪我をしかねない難しい技であった。この技の鮮やかさに観客席の闘導高潔などは踊り上がって喜んだと言われる。また宝章苦労も桜館の芸は本物である地方で育つた農薬者であれだけの人は古今を通じて出たことがないと称賛した。以来、友葉は梅若実る。 宝生九郎と並び立つ東大切手の名手として、その名声を確立することとなった。当時、農学界にはようやく復興の兆しが見え始めていたが、友馬の属するコンパル流は栄光に振るわない、ありさまであり、友馬は東京のコンパル流を代表する立場となった。状況の翌年である1880年、友馬は細川森久と共に、当時奈良に在住していた。 元コンパル大部、コンパル広成の元を訪ね、その状況の契機を作った。なお、ノート、コンパル368ページでは、広成が、東京の森久邸を訪ねたとある。友馬が広成と待った、二人静かは、下が上を見ると、連れは下を指しているという具合で、これほど揃わないのも珍しいというような愛、前であったが、14世位、北六平倒して、まずあれくらい、 面白い二人静かも前後になかったと簡単させしめるものであった。広成が1896年に死去した後は、息子のコンパル八郎が宗家を継ぎ、友馬がその指導に当たったものの、コンパル宗家に比して、細いと表せられた、友馬の芸風との相違もあってか、十分に稽古を受けることがないまま、種族のため1906年で没した。76聖家元となった。 コンパルヒロシウンは、奈良を拠点に活動したが、青年期に同じく、中村平蔵に支持していたということもあって、友い馬への信頼は厚く、当時友い馬は、流儀の大久保彦左衛門と呼ばれたという。幸運の次男、栄二郎は、東京の森山修のもとに預けられ、友馬のもとに通って稽古を受けた。1909年には、農学案を帝国議会に提出するにあたり、 格流の家元と共に、コンパル流の代表者としてその名を連ねた。宗家に対しては、友場は芸の上では厳しく指導したが、あくまで歯科として敬意を払い、決してないがしろにすることはなかった。状況当初は、道なり寺、簡単のような、馬技を主体とした曲はとにかく、本格的な脳ではまだ、梅は神のる、宝生苦労に一枚を取るとみなされた、友馬であったが、 東京での活動の中でさらにその芸を高めていくこととなった。1894年、還暦に際して、老女物として重く扱われる外箱町を開く。友場はこの舞台のために一年かけて準備を重ね、またかねて敬福していた宝生新遂たちに頼み込んで脇を務めてもらい、脇連れにその弟、宝生金五郎、大鼓、津村又木、翔子、 ミスキンゴ、フエ、森田初太郎、そして小族を、宝将苦労に借りるなど、万全の体制で臨んだ。これはまさに伴い馬改心の舞台となり、外場ほど面白いものはないと感激して、以後、決してこの曲を演ずることはなかった。また当時、栄昇皇太后、昇権皇太后、そして、明治天皇と皇室には、脳の愛好者が多く、とも馬も上京以来万年まで、 たびたび展覧、対覧の機会を得ることとなった。中でも、1910年7月、前田公釈邸に、明治天皇が行行した際には、ぜひ伴う馬の、年博を見たい、と、天皇からの沙汰があり、番組を変更して、これを務めた。友場はその前月に球団の大学堂で、昭憲皇太号の対覧のもと、年広を待っており、その公表を受けてのことであった。当日天皇は、 歌い本を手に、終始熱心に舞台を見ており、トム馬を感激させた。天覧能、大覧能以外でも、1898年4月、京都東山阿弥陀法でも要された、報告災害能での、サネモリ、1911年5月、京都東本願時代指導白州での、自然孤児などの大舞台が、いずれも好評を博した。九百十一年、記事を祝して、 サジ2に目同世代の宝章苦労が余力を残して舞台を退いたのに対し、サジは舞台の上で舞いながら倒れたいと語ったように、晩年に至ってもなお舞台への意欲を捨てなかった。1913年には名古屋で歌激を演じ、好評を博している。1915年、大正天皇の即位式に宮城で脳が催された。 東大を代表する役者が集められた、この縁能に、当初、高砂は、前してを、コンパル英二郎、後してを佐人の次男、桜間金太郎が務めることになっていたが、英二郎が前夜に40度以上の高熱に、倒れてしまった。この事態に、準備に当たっていた、池内信義は、年こそ取り伝え、さすがは、老練桜間佐人に、代理さすが死闘と申し入れ、 急遽サジンが代役として舞台に上がることになった。また孫の金太郎によれば、この時81歳のサジンは自ら代役として出演することを申し出たともいい、高齢を理由に心配する周囲の声も、いや、何々と聞かず、舞台に上がったという。果たしてその出来は素晴らしいもので、自由体として舞台に出ていた老いの道をは、強靭な腰で、まるで足が板に吸い付いているよう。 万弱のような風刺が今も目に残っているとその印象を語っている。そしてこれが小族能としては最後の舞台となった。以後は寝たり起きたりといった生活であったが、訴えについては弟子たちを厳しく稽古し続け、また六尺棒にすがりながらも起き上がっては肩の指導をしていた。また1916年に生まれた着尊龍馬をあやしては、ああ これが私の家を継ぐんだなと考えにふけていたという。1917年6月に入ってからは、己の死期を悟り、死の4日前には、菩提寺の僧を呼ばせて、度胸を受けた後、息子、金太郎が、西願寺を歌うのを聞き、もうこれで安心した。思い残すことも、気にかかることも、何もない。私の胸は、晴れ晴れした。何時死んでもいいと繰り返した。 同月24日はかねて進行していた加藤清正の縁日であり、新人仲間に代わりにお参りに行ってもらった後、その人の読むホッケ行を聞きながら眠りについて、そしてそのまま静かに息を引き取った。83歳坊つ。同年の3月に三名人の一人、高章九郎が、また同郷の友枝三郎も5月に没しており、この年をもって明治農学は、 終焉を迎えたと言える。柏崎。長岡市舞台開きに際して、明治の三名人のうち、梅若実は、気略に勝り、宝生苦労は、胃に勝り、友場は、技に勝ると称された。そのため特に、馬技を一曲の見せ場とした、簡単、道なり寺、餅月、石橋、乱といった脳においては、他の追随を許さなかった。北実は、 東京の友馬の、サネモリ、トールについて、大きな舞台をいっぱいにするほどの力、慶州の急流を走るがごとく、天馬空を行くかと感じられるほどの殺爽として、列々たる気迫が、五尺の単位から、火花が散るようにさえ感じさせると記している。またの野村海藻は印象に残っている演脳として、自然故事、車像、船、弁慶、藤戸と,といった曲を挙げている。 農評家の坂本節長は、友馬の脳について、以下のような表を残している。一方で、老いの桜間道夫は、友馬の脳はどこまでも、技術一辺倒で、馬技の駆使に一生をかけたあまりに、馬技に溺れたというべき側面があり、精神的な領域も含めた、芸術家としては不足だったと批判している。北稔も道夫に近い見解を示し、彼の名声は、 比較的技術本位の曲に集って動きの少ない、しかし脳として最も高度とされる曲に薄い点は注目すべきである、として、ある批評家の筆記を伴え馬は、さあ人五郎ですよという発言を引いている。能学会全体にリーダーシップを発揮した、梅若実る、宝章九郎に対し、友馬の影響力はあくまで限定的なものであった。 しかし指導者としては、獅子の桜館弓川をはじめ、桜間道を高瀬角の本田秀夫などの後継者を残し、特に弓川は伴い馬譲りの技と歌いの巧みさをもって、大将、昭和家を代表する名手に数えられた。また老いの道をも晩年に至って、その芸を高く評価されている。他流ではあるが、友場より一世代下で同じく馬技をもって歌われた、名人。 14世、北六平太にも、共馬からの影響が指摘される。六平太自身、青年時代に、簡単を待った際、共馬の真似をして、北流にない飛び込みの方を演じ、流儀の頃に、大目玉を食った思い出を語っている。六平太は、同世代に、堂々たる芸風を武器とする書生 梅若万三郎というライバルを抱えており、同じタイプの役者である友苗馬が成功を収めたことは、自分の生き方への自信につながっただろうと、息子、北実は述べている。また、の上弥生子によれば、昭和初期を代表する農学研究者、野上豊一郎が、本格的に農の道にのめり込んだのは、友馬の芸に感銘を受けてのことであった。それを契機に、 野上夫妻と弓川とには、深い交流が生まれ、それが、小方なしの、墨田川や、映画、青ゆえなど、多くの実験的活動につながった。桜寒栄の演奏は、藤崎八変宮の創建に従って、熊本に下り、現在同社の抹社として祀られている、藤田クランドという神官であったといい、霊人の家柄であった。桜寒栄の直系の祖先となったのは、 江戸初期に、備前から熊本に渡ってきた、桜間木之助で、藤田家の養子に入ったとも言われる。いずれにせよこの桜館が、当時細川や岡会の農薬者だったコンパル流の中村家に入門し、後に中村家が、私分に取り上げられてからは、桜館家が、細川や、また、藤崎八変宮に仕える農薬者の家となった。友場には二人の弟があった。 長尾尊が桜間近畿で、友場と同様に中村平蔵に学んだ。友場は各地に稽古場を作ったが、これはもっぱら近畿に任されていた。友場とは対照的にリズメの性格で、役者としては兄の影に隠れる形で体制できなかったものの、老い、道夫は近畿から多くのことを学んだと実感している。自邸が桜間林太郎で、友葉、 近畿が熊本を離れてからは、同地に残って農薬者としての奉仕を続けた。再起はあったが稽古には、不熱心で、友場は、天文は一等豊かですが勉強しませんでしたからと、外端していたという。この、林太郎の子が、桜勘同雄である。1892年、天然痘の流行により妻、そして22歳の長男、38を相次いで亡くす。 特に38は、後継者として育て上げ、さすがは、桜間のせがれと将来を植望されていただけに、落胆も大きく、一時は、熊本に帰ろうとしたが、白井慶良周囲の懸命の説得にようやく、思いとどまった。次男、金太郎は、友五54歳の時の子であったが、脳の将来に悲観的だった。友場は、弓川が15歳になると、 本人が、嫌がるのを無視して商人の道に進ませた。しかし、弓川は何としても父の芸を学びたかったため、九州である細川家のカレたちに頼んで友馬を説得してもらい、ようやく友奈馬は本格的に指導を与えるようになった。また池内信義によれば友奈馬は若い女に接しているくらい体の養生になることはないと豪語し、 はるかに年下の目掛けを抱えていたという。桜間金太郎、桜間三代より生涯、熊本人気室を通し、しょっちゅう、バカズラ、と怒鳴り散らす、感触持ちの頑固じじいであった。一新後の1889年に、九州、細川森久が死んで停発するまでちょんまげを言い続け、狂言の山本あずま、翔子のミスキンゴと、並び、三まげのあだ名があった。 死の前年に、孫の龍馬が生まれた時には、その髪を引っ張り伸ばして、とうとうちょんまげを言わせたという。息子の弓川によれば、ひどくせっかちでそそっかしい性格だったが、なぜか時間にだけは、ルーズだった。ある時、宝章苦労に頼まれて、去るお屋敷を皆で訪れることになった。この時、伴え馬は珍しく時間通りに到着したが、待ち合わせの時間になっても誰も現れず、 二時間ほど経ってようやく皆が集まってきた。さすがの友馬も二時間も待たせるとはどういうわけだと苦労に詰め寄ったのだが、実は友ない馬があんまり時間に遅れるので、あらかじめ二時間早い時間を教えていたのだとわかり、大笑いとなった。その後、ある人から楽屋入りが遅れたことに厳しい小言をもらったことがきっかけで逆にひどく時間を気にするようになり、 正午になると稽古を止め、弟子の高瀬角野などに時計を持たせて、物干し台に登らせ、ご法の音を確認させて、ほっとしていたという。とにかく脳を舞うことが好きだったと、弓川、池内信義などが共通して語っており、依頼さえあれば心よく、舞台に立ったという。晩年に至るまで風一つ引かず、稽古を知っていても50歳以上若い弓川が先に、 参ってしまうほどに眼見な体の持ち主であった。71歳で道成寺を待った時には、次に通るを待うはずだった弟、林太郎が体調不良を訴えて舞台に出ようとしなかったので、友場は、じゃあ、俺が前を待ってやるから、後だけは自分で前と立て続けに通るの前してを待ってみせた。また熱い森に山馬を待って後、門弟に、 内輪で仰がせながら、大汗を拭って、この両風に良くした時の心持ちは、実になんとも、形容のできぬ愉快さと語り、周囲を驚かせたという。また、少しでも多く聞き、これを我が心の内へ取り入れ、かれこれを比較して、超取り単を捨てる働きがなくては、芸は登りませんと語るように、その種類を問わず良い芸は、自分で見なければ気が済まない性分であった。 自身の芸団でも、九代目、市川團十郎の舞台に触れ、これを称賛している。友馬の稽古が厳しかったことは、弟子たちが口を揃えて語るところである。老いの道をによれば伴い馬の教え方はひたすらに実地的なもので、理屈は一切抜きであった。その厳しさは、小型相手でも変わらず、後の北竜宗家、北実は、幼い頃、 七木落ちの小方として借りられた際、何の容赦もなく叱りつけてくるともう間の気迫に思わず縮み上がるとともに悔しさを覚えたという。もっとも、これが災いすることもあって、あたけの稽古中、小方を厳しく叱った、あまりにその父親が怒ってその子を連れて帰ってしまい、弱って姉婿に白が頭でも良いからお前やれと頼む、というようなこともあった。稽古。 修道論としては、芸の向上は、氷炭のごとしが持論であった。つまり、最初のうちは、自らの不足がわかるので、その空洞を埋めるように稽古に励むことができるが、それが満たされてくると安心、満身が起こってくる。それを脱出するのはちょうど氷炭の狭い節を抜けるように、難しいことで、それには、良き死の共同が欠かすことができない。そうしてその節を抜け出すと、 今度はまた広いところに出て、自らの不足に気づかされる。そこで、再び稽古に励むが、また不死に近づくと安心してしまう。友場は、芸の進歩とは、その連続であると考えており、かつその形は、標端の小さいのから大きいのを順々に継ぎ合わした、ような具合で、不死を抜けるたびにその空洞は、どんどん大きくなっていく、すなわち、 自分の不足を感じることがどんどん増していき、次第に満身からも遠ざかっていくことができるのだという。1883年4月の道成寺は、友馬の名を一役高め、以後、道成寺はともえ馬の得意曲として、実に16度にわたって舞うこととなった。芝野学堂で模様された数々の脳の中で、友馬の道成寺、宝生神一日の断風は、 客席が完全に埋まってしまう最大の呼び物であり、二の体と称された。この曲は金を落とす役割の金引きの人間との息が合うことが肝要であり、友場は道成寺を舞う際には、田舎に暮らしていた弟の近畿を必ず呼び寄せ、金引きの役をやらせていた。ある時、青山御所で道成寺を務めたが、金引きとの呼吸が合わず、肩を打つという失敗があった。 以後しばらくは、舞い込みの方を封印していたが、七十歳にして、久しぶりに、これを披露した際には、見事に成功させてみせた。しかしその友馬も息子、弓川には、この危険な、舞い込みの方を教えることを躊躇し、この方を、自分一代で終わらせようと考えていた。これを聞いた、池内信義が、歌舞伎の五代目、岩井半四郎の総和で伴え馬を知った激励し、ついに、 弓川にこの方を伝授させた。以来この方は、桜官営の先輩特許と称されるに至った。宝生九郎とは、明治の三名人として並び称された間柄であったが、共馬の腕を認めた九郎は状況当初から何かと、その世話を焼き、また伴え馬も、九郎先生ほど、自分の気持ちを理解してくださる人はないと全幅の、信頼を寄せた。苦労はタバコを好んだため、 タバコ屋をやっていた桜館家から、弓川が熊本産のタバコを届けていた。しかし、友場は、喫音の上、強い熊本なまりがあり、家族でさえ話の内容がわからないことがあるほどだった。しかも、一方の苦労はかなり耳が悪かった。一思疎通を心配する、弓川に対して、友場は、なあに、苦労さんは、俺の話が一番よくわかるんだと嘘吹いていたが、 後年、池内の武が弓川に語ったところによると、苦労は、友馬が来ても何を話しているのか、さつぱりわからなくつて弱るよと漏らしていたとのこと。また苦労は舞台に立つ機会に恵まれない弓川の境遇に同情し、友馬と相談して、12年間にわたり、各月で放送会の舞台に客演させた。この舞台のために伴え馬は、 弓川に必死の稽古をさせ、まさに真剣勝負の意気込みで臨んだ。苦労、また同じ、三名人の梅若みのるが、指導者として、農学会に強力な影響力を発揮したのとは反対に、友場は、生涯一農役者としての態度を貫いた。また、宝生九郎が、弟子は、愚か弓川についても、農評で誤ったことを書かれれば、すぐさま反駁したのに対し、 友場は自分が褒められているのを読んで、産む、少しは脳がわかってきたかなとのんきに受け流す、といった具合で、まるで正反対であった。ありがとうございます。